ていうところだったの で、まあ、バッテリーも、まあ、狙ったところだったので、まあ、次のボールですね、勝負は。どのボールが来るか、2-2から速いボール、センターが足を抜けて、いや、取ったぞ、セカンドはどうだ、アウトでした。最後は素晴らしいプレー、中島拓也、完全に抜けたかと思いましたが、この鈴木大地の打球、最後に超ファインプレー、中島拓也、2-1、ファイターズが後半戦の初戦、イーグルスを破りました。いやー、もう最後、もう僕も完全に抜けたと思いましたし、まあ今日来てたあのファンの皆さんもそうだと思った中でのプレーだったので、いやー、さすがですよね。まあそこでセンターラインをカバーできるっていうね、渡辺君のカバーもそうですけども、あそこ一瞬でできるというのはね、それだけ練習してきたというところですよね。